ション山の田店にお邪魔しております、はい、以前にですね、うん、ロータリーパワーステーションあのリフレッシュオープンしたということで、そうなんですよね、はい、今回初の実践になるんですけれども、うん、はい、まあ、ぐーんとパワーアップして、うん、全4レートとなりました、はい、あの台に集中するのもね、もちろんいい、当ててこそのパチンコスロットなんですが、あなたがそういうこと言います、当ててこそのパチンコバイスロよう言ったね、いつも当ててない子が、おかしいな、せっかくリフレッシュオープンして初めて来るということなので、そうですね、そういうね、リフレッシュした部分をしっかりこうチェックしながら実践して、まあ、最終的にはあのエンディングでね正解発表みたいなところで、はい、やっぱり、ね、共演者のねリフレッシュしたところとかも、はい、うん、やっぱ気づかないといけないと思うんですよ、はい、ね、はあ、カノンちゃんの変わったところちゃんとじゃあ探しましょう、ね、嘘、靴はいつも一緒でしょ、靴はいつも一緒でしょ、でこの配布なんかこの辺折れてるの、折れてるのも一緒でしょ、何も変わってないな、変わってないじゃないですか、じゃあかおりちゃん、はい、かおりちゃんがあ、靴はなんかまあまあ春しょぼくなったとこかなちょっと痩せたみたいな、ないですか、へこませすぎやろちょっと痩せたちょっと痩せた、おかしな動きになっとるから、おかしな動きになんかポーズおかしいですよ、おい苦しい、破裂するぞ、ひげがちょっと増えた、ひげの白いのが増えた白いの最近白髪が悩みで違うよリフレッシュしてません、そこしてなかったですか、あるでしょ、どこか、ヒント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 今日は、はい、結構、結構柄物です、あら、つまり、なるほどね、うん、え、小売さん分かりました、髪の毛のこの辺にもちょっと柄が入ってきて、そう、この辺にもね、結構ね、柄っていうか白髪、白髪関係ないからおニューのパンツ履いてますリフレッシュリフレッシュしたかもしれないですけど、キングのパンツに興味がないので私たちはいらないですよ、そうですね、興味なかったですか、ないです、今日もいっぱいだからね、そんな中から空き台を見つけて、そうですよ、台打ちながらリフレッシュしたポイントを見つけると、はい、やっていきましょう、うん、なっておりますので、はい、今日も気合を入れて楽しんでいきましょう、はい、それではパチプレ TV スタート、今回の実践舞台はロータリーパワーステーション山の田店、3月に大幅リニューアルしたばかりのお店で快適空間での遊戯が楽しめます、さらに最新機種をはじめ幅広い機種ラインナップも魅力の一つですよ、じゃあ決めました、こちら肛門ジャマーカツ、まずこれで様子見たいと思います、わお、いきなり赤っチャンス押した、スイカチャンス目かスイカですね、70溜まった、これご一行箱と印籠箱という2つの箱があって、これ310ポイント2つとも310ポイントまで溜まると、AT 抽選ですね、でまあ赤い方が溜まった方が厚いチャンスになります、まずは通常じゃこれを貯める作業ですね、メインが、私カノンが、1.25 円パチンココーナーに来ました、で大好きな春日を打ちたいと思います、もうちょっと今すでに打ち始めてるんですけど、今日もちょっと当たってるみたいなんで、で結構回るんでなんかいいんじゃないかなと思います、春日をちゃんと打つの実は初めてなんでホールで、ちょっと楽しみに当たりますように、ちなみにミクルちゃんが一番好きです、カノンはアニメ好きですからね、一方香りはというと、はい、私はですね4橋コーナーからまず攻めております、夕鉢の坂本冬美、いい女になりたくてこちらで勝負したいと思います、あの75分の1なので大当たり確率で、学園突入率も約 55% ぐらいあるということなんですよ、夕鉢の中でも当たりやすいし若干の出玉も期待できるんじゃないかなと思います、そしてもう早速見つけましたよ、見てふっかふかな絨毯、もう最近足元がおぼつかない私でもふわふわ歩けるこのふかふかな絨毯、あとこれね、シャキーン
反射して見えないかな。ブーレンボードついてるんです。ブーレンボードいいですよね。あのタバコを吸わない人も吸う人もあんまりこう気を使わずに遊戯できるっていうことで、あとはこうカノンちゃんがいつもワーワー言ってくるから、カノンちゃんみたいな子がねこうワーワー言ってくるときはシャッと遮断してうるさいっつってワーワー言うのは香りの方だと思いますけど、まあそれはさておき、早速ヤマキンにチャンスが来たみたいですね。さあ310超えました。緑が溜まったんでこの後発生します。緑の場合はチャンスゾーンですね。チャンスゾーンに行くことが多いですね。チャンスゾーンに当たるかどうか。うわ、めっちゃ溜まってる。まだ行く。うわ、100溜まった。さあ緑が310溜まったんで、緑のレッド。やい。チャンスゾーン行ってくれ。ちょっと弱いな。マジでか、弱いな。まあ、ここでは当たんないですね。この後転覆するかどうか。まあ、ここでは負けて、この後まだエースが続くかどうか。残念ながらご一行チャレンジ突入とはならず。とここで香りに、ちょっとね、あの暑いっていうのを涼しくてキリキリと書いてたんですけど、暑いの上回りそうだからどうしようか。ほらー来たー早かった。香り見事大当たり。通常図柄ではありますが、ユーパチタイプなので時短での引き戻しに期待しましょう。発展したのは団員系リーチ。果たして大当たりなるか。残念ながら大当たりならず。予告が良かっただけに当てたかったところですね。頼めだよ。あ、来る？クラッシュ。ナッシュよ。あ、まだまだ後期。あ、ちょっとチャンスくらいなのかな。緑のセンスの後期だから。ミシュレン、よし行くよ行くよ。リーチ切れた。あ、なかった。はい、ようこそ。あら、あの、私の運命の人を占ってください。よくない。V チャレンジをゲットした香り。弾が V に入れば見事確変大当たりなのですが、もう当たったんじゃない。ほら、イエーイイエーイ
気持ちいいわ、ちょっと見事確変大当たりをゲットした香織ですが、結局2連で終了。他の2人は大当たりすら引けていないようですね。台をじっくり楽しむのもいいですが、お店のリニューアルしたポイントもちゃんと探してくださいよ。大当たり濃厚となるレインボー保留が出現した香り。さらに、七つ柄での大当たりなので、もちろんビッグボーナス。香織さすがです。ももクロの曲が流れるんですよね、ウォレットパイレーツ。ファンの人多いよね。ももクロの曲にテンションの上がる香織。さあここから香織劇場の始まりです。どうかな。そうだ、あそここっちの攻撃だから。やった、完全勝利。やった。あ、ほらね、この可能性が 75% なんですよ。さあ狙います。きたー。あ、いったのよ。あ、そっちじゃない、そっちじゃない。2分の1なのね。あら、なんかちょっと簡単なんですけど。あら、香織の勢いはまだまだ衰えず、この後も連チャンを重ね、猛烈パイレーツを十分堪能しているようですね。ところで他の2人はというと、さあ今右レールから飛びましたけど、これ多分光ります。お、基本はね、こう離した瞬間、手離した瞬間にもわって感じで光るんですけど、それがね急についたりね、いろんなパターンあるんで、ちょっとどんな光り方するか。いきますよ、せーの。あ、今もわっとした感じですね、うん、かわいい、かわいいね。いや、ほんとね、光り方にもいろいろありますし、あとフリーズとかもあって、あとレバーオンの無音とかもあったりしてね、プレミアムの。それではね、いろんな告知パターンがあります。で、先告知がないですから、後告知ばっかりなんで。ようやく当たりを引くことができたヤマキン。あと当たっていないのはカノンだけなんですが、
なんとかここで大当たり引くことができたカノン。レンチャンとはいきませんでしたが、番組的にも良かったです。香りの連チャンもここまで。結局5連チャンではありましたが、十分楽しめたようですね。リニューアルしたポイントもってみんなちゃんと探してくれました。実践終了。さあということで、はい、まあ、リフレッシュして初の実践だったわけなんですけれども、はい、どうでしたか。いや、私ちょっと最初 1.25 円で、うん、パチンコで春日をずっと打ってて、うん、実は春日をまともにホールで打ったの初めてなんですよ今日。めっちゃ楽しんできました。好きだもんね、かのんちゃん、春日ね。はい、やっぱお店もね、もうやっぱ綺麗になってまた、うん、すごい快適に遊戯しました。まあ、4鉢コーナー行ったんですけれども、はい、まあ、2機種ほど、うん、なんとか大当たりすることができまして、連チャンもね、うん、だいぶついてきて、うん、本当に今日は、ね、当たりの方でもいいのを見せれたかなと思いました。かおりちゃんがえらい当たってるっていう噂は聞きましたよ。そうなんです、ね、はい、選んだな、こうもんちゃま。はい、まあ、こうもんちゃまの話はスルーしましょうか。いや、詳しく。その後ゴーゴージャグラー、ゴーゴージャグラー知ってますか。はい、ジャグラーシリーズの最新作、はい、ね、いろんな告知パターンがあるんです、うん、レバー叩いて無音とか3秒間フリーズしたりとか、うん、いろんな告知パターンある中、はい、2回普通に当たりまして。普通に当たらないゴーゴーのいいとこ全然出せてないじゃないですか。ありがとうございます。まあ、重要なのはですよ、うん、やっぱりリフレッシュしたということで、はい、リフレッシュポイントなんですけれども、はい、うん、見つけましたか。それはもうね、いっぱい見つけ、うん、高かったですね。見つけましたか。あの、はい、どうなんですか、うん、第2夢中になってて、はい、まああのね、キング、はい、あんだけオープニングで言ったでしょ。あの、終わってから気づきましたそうだ、リフレッシュしたところちゃんと見とかないかんやんつって。もうね、ちょっとそんなねことだと思いない前に夢中でした私が。でもカノンちゃんもよ、カノンちゃんも春日のこと私も春日に結構夢中になってて、あ、そういえば探してないみたいな言ってたもん実践終わった後、あ、そういえばつってたもん。何やってんのリーダー、はい、見てくれたんでしょ、リーダー。ちゃんと連絡持ってくれたんですか。もちろん、私はバッチリ書きましたよ。いっぱい見つけて、見てください、これ。まずはパチンココーナーから行ったのね、ブーあったね、設置されてました、うん、そして下にはね、自動灰皿とセットで付いておりますね、はい、うん、あと、これパッと見わかるでしょ。うん、綺麗になってるね。うん、絨毯と内装、うん、超もうなんかもうラグジュアリーな感じで、ラグジュアリー、もういい感じでしょ。なんかホテルの待合室みたいなあの雰囲気いい感じでしょ。ボキャブラリーが少ないから2人ぐらいまあまあ綺麗になってる。あとね、スロットコーナー、うん、島配置変わってたでしょ、ね、かなり変わってる。そう、いろんな台もあるしね。あとデータ表示器とか、うん、まあ、椅子もこう高さ調節できたり、うん、はい、あとコーヒーレディさんの制服、いいですね。あれプッチ柄って言うんですか。すごい可愛かったあれ着たい。プッチ柄、プッチ柄って何ですか。僕分かんないけど知らないの何プッチ柄って。プッチ柄、まあ、見たら分かりますよ。じゃあ皆さん見に来てください。プッチ柄ですか。プッチ柄ぜひ見てください。ぜひ皆さんもこういった点に注目して、はい、バッチリお楽しみいただきたいと思います。ぜひ皆さんチェックしてくださいね。おやすみなさーい。 おやすみなさい。パチプレウェブにはパチンコパチプロの情報満載、パチプレチャンネルの登録募集中。パソコンの人はここをクリックしてね。スマホの人は下の動画説明欄からチャンネル登録をクリック。パチプレー。